GLTP。 GLTB、 GL 治療院の熊です。今日はアーティスト必見、歌い手必見、歌い手さんの必見、絶対見た方がいい、声が出やすくなるようなストレッチを教えていきます。準備ですか？はい、まあ、普通にまずは側屈、体育の授業とかで昔よくやったと思うんですけど、側屈した状態で、この状態で大きな深呼吸をしてもらいます。鼻から息を吸って、口から目いっぱい息を吐いていきます。反対も同じように、ここに行ってからしっかり大きな深呼吸をしていきます。歌い手さん、一番歌い手さんっぽいお兄さんからやっていこうと思います。息止まってますよ。呼吸が本当にポイントなんで、これは。呼吸がしやすくなったら気にします？なんとなく。ありがとうございます。はい、からやってみましょうか。はい、ここはすごい痛い。胸を張りすぎです。今度は反対やってみましょうか。でもなんとなく呼吸しやすくなった気が。やってみましょうか。はい、この子は本当に体が柔らかい。まず本当この状態でしっかり深呼吸ができれば。息止まってますよ。呼吸止まってますよ。反対、ドジャースのアナウンサーに取りに行こうか。エルネも体硬いね。硬い。硬いじゃなくてさ。痛い。痛いなったらすぐ戻していい。息止まってますよ。鼻からしっかり吸って、口から目いっぱい吐きましょう。このストレッチのポイントは、ただ単に肩周りとか腰を伸ばすんではなくて、この姿勢の状態で大きな深呼吸をしてもらうことによって、この肋骨の間にある筋肉とか、この体幹の筋肉のストレッチの呼吸、内側からのストレッチみたいな感覚でやっていくので、声量も上がったりとか、ブレスポイントがいつもと変わっちゃうかもしれないですけど、長くなったり、たくさん息を吸ってたくさん吐けるようになります。歌い手さんとか本当にシンガー、ラッパー必見です。ぜひやってみてください。ピースサー GL。